丸くん、次はね、安土城天主信長の館っていうところに来たんだよ。ここのお話は安土町観光協会の常念さんに聞いてみようね。常念さん、こんにちは。こんにちは。安土町観光協会の常念です。今日はもうここのお話もいろいろと聞かせてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみだね。うわー、大きいですね。これ何ですか？すごいですよね、安土城は3年で焼けてしまったんですけれども、この信長の館はセビリア万博で日本館だったところが移築されてここにあります。原寸大で上層部の5階6階がそのままでここになってるんですけれども、あの金箔見てください。うわー、あれ全部金箔ですか？何万枚あると思いますか？何万枚？そうです、1万枚2万枚ブブーです。実は10万枚あります。ね、ランマル君すごいお城だったんですよね。綺麗だね、ランマル君。あ、光ってますね、はい、5階部分と6階部分をそのままですので、大変素晴らしくて見応えのある建物になっています。もうその幻の城だった安土城の天守閣が再現されているそのままなんですね。そうです。この瓦も見てください。金箔瓦、贅沢ですね。もうここを入るだけで凄さがもう分かると思うんですけれども、いかにその当時力を持っていたかっていうのがここで表されてるんですね。すごいね。この瓦もね、前面ではなくってへっこんでいるところが金箔を売ってるんですけれども、秀吉時代は浮いているところ、凹凸のあるところだけの金箔なんですけれども、本当に豪華絢爛に金箔をしています。またこの大きさが大きいよね。本当にもうここに住んだら気持ちよさそうですね。この内部もすごいですし、上層部に入られたらもう信長気分バッチリですね。あ、これ外側だけじゃなくって中も何かあるんですか？はい、中に襖絵と模写がございますので、またこれ2階くるっと上がってもらって上層部まで登ることができますので、NHK の大河ドラマ GO 姫たちの戦国でロケ場所だったんです。ここが使われてたんですか？蘭丸くんの弟の坊丸、力丸とお姫様三姉妹がここでロケをされたんです、もうすごかったですよ。じゃあもう皆さんがここに来たんですね。そうです。いや、すごいね。これなんかもうドキドキしてきちゃいますね、はい、蘭丸くんはすごい思いがすごいと思いますけれども、もう懐かしいんじゃないかな、ランマルくんだったら、はい、そのちょっと中身もちらっと、そうですね、ここら辺ぐらいまでですね。いいですか、はい、ちょっと行ってみようよ、ランマルくん。うわ、楽しみ。ワクワクするね。どうですかこれ。うわー、5階部分、はい、綺麗ですね。あの朱塗りの柱と、はいはい、あと奥に襖絵がこれも金箔で彩られていてすごいですね。これは誰が描いたとかあるんですか？これは狩野派の絵師さんがお描きになっているというので、あの有名な、有名ですね、はい、教科書とかで見る狩野英徳の、はい、うわ、狩野英徳が描いた絵の再現、はい、すごい。これ見るの価値あるよね。もうね、お見せできないのがもうもどかしいんですが、ここに来てもらったら思う存分、そうです、見られるんですよね、はい、現場に立ってもらってこそ意味がありますので、ぜひいらしてください。あ、天井まである。うわー、これはテンション上がりますね。いやー、ランマルくん、これは嬉しいよね。見ただけでワクワクしちゃいね。もうぜひ皆さんこれ実際に見てみてくださいね。あ、すごい。でまた階段も上に上がるところが、はい、見学の場合はぐるっと回ることになっているんですけれども、はい、その上も私たちが見ることができるんですか、はいはい、
とダマルくん気にならない上気になるよね。もうラマルくんも見たいって言ってるので、はい、お願いします。はい、行きましょうか。ラマルくんちょっと見てみて、美味しそうな料理がいっぱいあるよ。なんかお腹空いてきちゃうね。ジョネさん、はい、この美味しそうな料理は一体何ですか？はい、これはね、信長の家康京王膳といって家康をお招きするにあたってご馳走したお料理なんですよ。言われているのが、光秀が準備をしたということで、これは三階の珍味、日本中の全国中の珍味を本当にあの珍しいものをいっぱい集めてご馳走してるんです。だから珍しいものがいっぱいあると思います。本当にあの魚と鶏肉が一緒のお膳に乗ってたりとか、いや豪華ですね。豪華絢爛で、金箔もこれ下に引いてありますし、お菓子もお饅頭であるとかいろんなものが入っています。一の膳、二の膳、三の膳とかいろいろ。本当に心を込めてのおもてなしって感じだったんだね。あの時代にこんな豪華な料理があるなんて、もうそれだけでもびっくりです。今でも豪華なのに、その時代ですから本当に凄さが分かると思います。